衝撃ゼロナインファイナルストリートファイター4決勝戦レディーファイト And the battle begins Fight さあワンピー側 KO 編成は鉄砲五章で見ます対するセビー側資金グレープは白アベルさあセイヤーセイヤー大剣あちら中継決めてまずは白が一本さあ強い気持ちが形に変わる手が届かない力強いこれが静かにかわせ先鋒戦はシングルーム。さあこのまま終わってしまうのかそれともキャベツ意地を見せるか大将戦ラウンド1まずはセミバックダッシュで見ていくのはキャベツのファイバーゲージを貯める近づく攻めるよさあ横田は華麗に王者の余裕を見せてさあしかしそこは攻めていく さあまさかの逆転劇もう一丁少し繋いでいくスタッチが下がってさあ繋いでいく前方スタンダースタンダーはいおっとかわしていたが夏取って決勝戦はさあまだまだ見たいけどこれが最後声出していきましょう決勝戦決定戦レディーファイトさあ注目の先鋒対決さあ初回からかなり重要ですファイトボーイさあ見てみましょうレディーラウンド第3さあ軽くまた立ててさあちょっとうまい拾っていくさあ優が避けておりますいや技を避けて側面に冷静に側面にするの技を入れましたねさあ中段押し切るさあ先方対決2にレディGo! Yeah! Yeah, さあ浮いた見逃れたさあアナグマが中堅で登場アナグマ選手とにかくこう手を動かしながら相手の癖を見てですねそれ考えながらやるプレイヤーですよねさあキャンセルここは見ているファイト2レディーゴー拾って短いアナグマ逃げて決まった3対1長太郎選手、まあ、ポテンシャル才能はですね、関西で随一関西一じゃないかと言われてますからね